はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。まもなく4時になろうとしてますね。1月は21日の日曜日でございまして、まったりとした午後でして、日曜日は本当に静かでいいですね。はい、行きましょうか。これはですね、産経新聞ですね。1月20日、20日、昨日ですね、出た記事。独裁中国の国慶の総統選批判。論説委員、榊原聡ですかね。台湾地区の2つの選挙の結果は、民進党は党内の主流の民意を決して代表できないことを示している。台湾総統立法委員同日選へ中国共産党政権の反応だ。国務委員台湾公台湾事務公事務弁公室の長報道官が表明した。総統選では頼清徳副総統が当選し、民進党政権の継続が決まった。立法委員選では民進党は過半数割れし、少数与党となった。中国が台湾の選挙結果を批評するのは勝手だが、主流の民意を決して代表できないとのたまったのには思わず吹き出してしまった。そうですね。中国共産党政権こそ自国の民意を代表していないのに、台湾の民意を云々するとはどの口が言うという話である。民主的な選挙そのものだった三つどもえの選挙戦に勝利した頼氏の新総統就任に正当性があるのは疑問の余地がない。以下云々。中国側のですね、中国共産党側のですね、台湾、総統選挙に対するですね、批判をですね、何やそれっていうのがこの記事でございまして。要は、中国はですね、こう、過半数の信頼を得てない、信頼って得票を得てないからですね、主流を代表していないと言うてるんですけど、ふんって感じですね。どの口が言うねんっていうか、中国がですね、台湾にかなわない、いや、あらゆる点で台湾を圧倒してるんですけど、唯一かなわないのはですね、正当性なんです。政府の正当性。で、今ですね、その、一つの国の政権、ですね、の正当性というのはですね、民主主義というシステムがですね、一番ふさわしいと考えられています。民主主義というのは、要はみんなで選挙をしてですね、そこでトップを選ぶ、自分たちの代表を選ぶと、政治家を選ぶというのが民主主義なんですね。で、これが一番ですね、こう、人類とてのふさわしいですね、指導者の選び方ということになっています。まあ、ところがですね、今、地球上に住んでいるですね、人類のですね、国の中でですね、民主主義的にですね、自分たちの指導者を選んでいる国は半分もないんですね、人口比で言いますと。どっちかというと専制主義の方が多い。まあ、中国なんかそうですね。中国は専制主義の国なんで、そこがですね、ついこの間まで世界最高にですね、人口が多い国だったわけですね。だから人口比率ではですね、民主主義でトップを選んでる国よりも、そうでない国の方が多かったということになります。多かったというか多いと、現状ね。アフリカの国なんかほとんどはですね、民主主義的にこうトップを選んでいません。インドはかろうじてですね、かろうじてって言ったらインド人怒りますけど、世界最大の民主主義国と言われています。じゃあ、ロシアはどうかっていうと、あそこは民主主義とは認められません。だからそういうふうに換算していくとですね、人口比で言うとですね、あんまりこう民主主義の国は多くないということなんですね。どっちかというと専制的な支配をしている国の方が多いということになります。ただしですね、今の世界の常識はですね、民主主義というのはですね、あるべき姿というふうにこうなってるわけですね。で、中国はですね、中国大陸においてですね、まともな選挙が行われたことは一回もないと私は認識をしております。で、今の中華人民共和国と称する連中はですね、台湾に対してですね、の民主主義という点において、もう非常なコンプレックスを抱いているわけですね。自分たちはですね、こう、軍事力で政権を勝ち取ったんですね。1945年からですね、内戦が始まりましてですね、47年にはほぼ、
ほぼ今の共産党の軍隊が勝ちましてですね、49年にはですね、そのですね、中華人民共和国の樹立を宣言したわけです。しかしそれは選挙によって選ばれた政権ではないです。あくまでも軍事力が勝ったということで、軍事的に支配をしたわけです。でそこにですね、こう通用、痛さかゆさを感じているのがですね、中国なわけですね。自分たちはですね、こう選挙で選ばれていないと。どうでもええやんと僕は思うんですけど、どうでもええやんというか、実態的に中国を支配してるわけですから、まっとうな政権、まっとうなっていうか、その、まあ、実質的にこう支配してるわけでしょう。ただね、僕ら生まれた時から民主主義の国にいて自由を謳歌してるわけですけど、彼らからするとやっぱりですね、コンプレックスがあるんですよ。民主主義というものに対して。で、私はちっとも民主主義はですね、こう、理想のシステムと、理想の政治形態とは思いませんよ。ただ人類はこれまでですね、民主主義以上にですね、こう、まともなというか、まあ、望ましいというか、政治形態を発見してないというか、発明していないというべきでしょうかね。くしくもチャーチルという人がですね、民主主義はくだらんせいだと言うたわけですね。今まで試されたあらゆる政治形態を除いて、言うなれば民主主義はくだらんせいだと。つまり一番マシなせいだけども、非常にくだらんということをチャーチルは言いたくて仕方がなかったんですね。第二次世界大戦にイギリスを率いてですね、ヒトラーに勝利した大英雄ですね、歴史的な英雄チャーチルをしてですね、民主主義がくだらんと言い締めたわけですね。なんでかっていうと、チャーチル2回選挙に落ちてる。若い頃ですよ。若い頃にですね、もうチャーチルが若い頃から、彼はですね、明治維新のちょっと後ぐらいに生まれてるんですね、日本的に言えば。で、貴族の子なんですけど、若い頃にですね、もうそのくらい、その頃からイギリスは民主主義なんですね。で、若い頃に国会議員ですね、日本でいうところの衆議院の選挙に出てですね、2回落ちたんちゃうんかな。で、大変こうお金持ちなんで、お金をかけてやっとこさ当選してですね、政党も1回変わったかな。つまり苦労してるんですよ、あの人は。国民の人気がなくて。まあそれでですね、こうずっと日陰者やったんですよ。で、第一次世界大戦の時に海軍大臣になるんですけど、その海軍の重要な作戦に失敗してまた一議員に戻って、でももうものすごい高派で、ナショナリストやったわけですね。で、第二次世界大戦が起こるにあたってですね、このそれまでのですね、あれですね、首相がですね、非常にそのやわな首相やったんでですね、あいつではあかんということになって、にわかにチャーチルがですね、総理大臣になったんですけども、まあですね、その第二次世界大戦が起こらなければ、ヒトラーが暴れなければですね、あれですね、ずっと日陰者で終わった人間なんですけど、こう戦争が起こったことによってにわかに国民の英雄になって人気者になったわけですね。まあまあ、そのチャーチルはですね、だから選挙というものは嫌いやったんです。だからね、いつもね、一般民衆がですね、選挙人、投票者がですね、賢明な選択をするとは限らないのが民主主義であって。で、民主主義ってのはある程度民度が高くなければ機能しないんですね。アメリカという国がですね、アフガニスタンを占領してですね、ここにアメリカ風の民主主義を植え付けようとして見事に失敗をしました。アホですね。で、その何十年か前には南ベトナムで同じようなことをやろうとして失敗してるんですよ。アホですね。で、その後にはイラクでも同じようなことをやろうとしてほぼ失敗してるんです。どこでもここでも失敗してるんですよ。アメリカは第二次世界大戦で日本に勝って日本に民主主義を植え付けたと思ってるんですね。これもね、別にそうちゃうんですよ。日本は戦争の前から民主主義国だったんですよ。普通選挙があってですね、戦争中でもですね、大政翼賛会以外の議員もちゃんと当選してるんですよ。民主主義はしっかり機能していたんですよ。だからそれはアメリカ風に変えただけという話なんですけど、アメリカ人はどうもそこを誤解をしていましてですね、日本に民主主義を教えたのは自分たちだと思ってるわけですね。で、アメリカがまかりなりにも少しは成功したと言えるのはですね、大韓民国とフィリピンですね。正しいですね、我々から見るとですね、大韓民国、隣ですね、韓国があれはちゃんとした民主主義なんかと思いますけどね。
フィリピンもそうですよね。あれはちゃんとした、ちゃんと市民、市民がですね、自分たちの代表を選んでんのかという気がしますね。人気投票ちゃうかという気がしますね、フィリピンなんか見てると。韓国を見ててもですね、なんて言いますか、いまだに政党と言いながら、政治理念で対決してるよりかはですね、過去の恨みで対決するような感じがありますね。だからあれは民主主義かなという気がしますけどね。まあまあ、でもまだしも一応システムは機能しています。で、中国でございましてですね、台湾の選挙でですね、やっかみを持ってですね、ああいこうやという文句ばかり言ってるんですけど、自分たち選挙で選んだらええやんと思うんですよ。自分たちの主席をですね、選挙で選んだらいいよ。ちゃんと。反対派の候補が出てもですね、妨害戦闘ですね、ちゃんと選挙運動をさせてですね、それで共産党が選ばれたらいいよ。だったら正当な、あれやんか、支配やんと思うんですけど、そんなことはもう5万パーセントありませんね。選挙、仮に今の中国で選挙をしたら、多分共産党は第一党になれないんちゃうかなという気がします。まあ選挙はないですけどね。まあだからこそですね、中国人は台湾の選挙を見てですね、まあ恨みがましいわけですね。自分たちも本当はやりたいんだけども、やったら自分たちは政権を失うということでして、だからああやこうやああやこうやってですね、いろんな文句を言うてるんですけど、第三者である我々から見るとはははっていうアホみたいなですね、もうね勝手にやってねっていう感じでございますね。はい、ということで、この読みかけましたですね、台湾総統選挙の記事、産経新聞の論説ですね、記事というよりも論説のアドレスを一応貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。